TBS のスポーツバラエティ番組、サスケ。一般公募で選ばれた100人が、巨大なアスレチックに挑戦するという内容です。サスケには、毎回インパクトの強いエリアが数多く登場しており、視聴者を驚かせてくれます。そんなサスケエリアの中には、ファンから根強い人気がある、いわゆる、名エリア、と呼ばれるものがたくさんあるのです。そこで、サスケの歴史チャンネルでは、そんな名エリアだけを集めて一つのステージにすれば、最強のサスケのステージができるのではないかと考えました。今回は、本チャンネルの視聴者の皆様から投票いただき、10個の名エリアが選ばれました。10個の名エリアを CG で直結させて、最強のステージを作ってみたのでぜひご覧ください。なお、投票の集計の際には、本チャンネルの判断で類似のエリアは一つにまとめて集計しています。それでは、視聴者の皆様で選んだ最強のサスケステージをご覧ください。第1エリアは、バーティカルリミット。1cmの突起に指をかけて進むサードステージの難関エリアが10位にランクインしました。今回は、サスケ2020でも使用された最新バージョンのバーティカルリミットを CG 化しています。全部で3枚の構成になっていて、途中には 30cm と 60cm の段差があります。第2エリアは、スカイウォーク。2007年秋のサスケでセカンドステージの3つ目のエリアとして登場したスカイウォークが9位にランクインしました。初登場時は、なんと直前のサーモンラダーで100人が全滅してしまったため、スカイウォークの挑戦者は1人も現れませんでした。さらに、このスカイウォークは1回で撤去されてしまったため、結局誰も挑戦することなく消えてしまった幻のエリアとなっています。おそらく、赤い突起の部分に指をかけて進むエリアと思われますが、詳細は謎に包まれています。第3エリアは、ジャンピングスパイダー。2007年春のサスケから、2011年秋のサスケまで、ファーストステージの中盤の難所として使われていたエリアです。助走をつけてトランポリンで踏み切り、壁に張り付いて前進します。そして、そのまま第4エリアの、パイプスライダー、に進みます。1998年の第2回サスケからサードステージの最終エリアとして使われているパイプスライダーが7位となりました。2本のパイプの上に乗ったバーにぶら下がり、体重移動で前に進んでいきます。最後の着地地点とは距離があるため、腕力を使って大きくジャンプする必要があります。そして、第5エリアは、ドラゴングライダー、です。サスケ2020でも猛威を振るったファーストステージの難所が6位となりました。トランポリンを使ってジャンプし、レール上のバーに飛び移ります。そして、そのまま第6エリアの、サーモンラダー、に進みます。2007年春の大リニューアルで登場し、今でも使われているセカンドステージの難所となるエリアです。今回は、サスケ2020でも使われた最新のサーモンラダーを CG で再現しました。黄色い爪に引っかかったバーにぶら下がり、懸垂の要領で体ごと上にジャンプして進んでいきます。後半部分の、サーモンラダー下りのテクニックが要求される難所です。第7エリアは、フライングシュート。これもサーモンラダーと同じく、2007年春の大リニューアルで登場したエリアです。ファーストステージの終盤にあったエリアで、巨大な滑り台を滑ってその勢いでジャンプしてロープをつかみます。そのまま、第8エリアの、メタルスピン、に飛び移ります。クラゲのような円形の物体から垂れ下がる紐をつかみます。かつてセカンドステージに置かれたエリアで、
有力選手でも気を抜くとあっさりリタイアしてしまう難所でした。完全制覇者である秋山和彦、長野誠、森本裕介もここでリタイアした経験があります。そして第9エリアは、そり立つ壁。おそらくサスケで最も有名なエリアであろうそり立つ壁が第2位でした。湾曲した壁を駆け上がるエリアです。最後の第10エリアは、クリフハンガー。わずか3センチメートルの突起にぶら下がるサードステージの名物エリアが1位でした。そり立つ壁から直接突起をつかみ、クリフハンガーに移行します。なお、クリフハンガーはこれまで何度もリニューアルを繰り返して様々なバージョンが生まれましたが、今回は最新のバージョンを CG にしました。3つの突起が向かい合わせに配置されていて、指の力で後ろ向きにジャンプして突起間を進みます。というわけで、今回は視聴者の皆様が選んでくださったサスケの名エリア10個を CG で直結させてみました。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。